はいどうもということで今週も始まりましたパーティーのおー時間でーす自分天才やろ申し遅れました。番組MCを務めさせていただきます。私は局長のノーリーとこのまま行くの安田美子です。よろしくお願いします。よろしくお願いしますはい、この番組はシャララ TV で放送されている番組情報や現在活動中のプチスターをお招きするゲストコーナー、はい、各地で日々行われているイベントの情報潜入レポートそしてかまことくまこのどこまで行くの？のコーナー違うな、はい、のコーナーなどなど盛りだくさんの内容でじゃんじゃんお続けするシャララ TV 総合案内番組ですなんかあなたたち初めてっていうぐらいにグダグダでしたね今ね。いや止まるかなと思って止まれへんかった。止まらへんかったんですね。びっくりした。びっくりした。しかもそのまま行かれると思いかいやいや、こういうハプニングは生かしていった方がいいですね。ね。ね、天才ですよね。あのタイミングプシッってね。はい、はい、暑いですね。暑いですね。海行きたいですね。海ね。ね。海ね。もうね。うん、今何月？7月まだ7月でしょまだ。7月ですよ。ね、30日からの放送ですけど、これ収録はね、その前の週なので、ねうん、まだ20何日かじゃないですか。はい、もうね、今年はね、暑すぎて暑いですよ。クラゲ出てるらしい。え、クラゲ？通常は8月に入ってから、はい、ですよね、お盆過ぎてからっていう印象がありますよね。ね、よく言うよね、言うよね、うん、言うよね大丈夫？言うよねってなってますねはい今日なんかツボ入りますねなんですけど、はあ、なんですけど、うん、今はもうね、クラゲね、7月のうちからねクラゲが出てるらしい。それさっき聞きました何言って、早いんですね。早いです。それ暑いからですか？水温が高いと。そう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 、暑すぎて。あで、でもクラゲは自分らの時期かな。あ、もうこんだけ暑なったらいよいよかな。いよいよかな、ね、そうか思ったら、蚊はね、うん、暑すぎてね、活動できないらしい。暑すぎて活動できないんですか？蚊ね、35度超えたらね、あんまり活動活発にできないんですって。そうなんですか？うん、35度ぐらいまでが蚊のいい頃合いなんですって。夏出てきますやん。でもそう、そう、でももう暑すぎて、蚊もやってられわいってなってるみたいですよ。なるほどね、へー、そんなことあるんですか？35度以上、5度以上になったら蚊の行動が鈍るらしい。あ、そうなんですか。うん、まあ人間の行動は当然鈍りますけどね。ですよね。蚊でさえ、蚊でさえバテる。もうバテる。はあ、そうですよ。今年は蚊がバテてくださるということで、うん、ね、じゃあ夜に出てくるかもしれないですね。だから夜に一気にもう吸いに行くかもしれない。おっしゃ来たーみたいな腹減ったーみたいな感じ ね、 ね、からぜひお気をつけいただきたいと思います。はい、はい、ということでこちらをご覧ください。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、はい、おかえりなさいね。はい、番組始まって早々のエピソード悪いの、はい、はい、その突然のハプニングに続くハプニングで ね、 ね、今日はどのようなこっちやったか。なるほど、新番組が始まりましたね。始まりましたね。7月の16日からスタートしました、はい、そうなんですよ。実はね、本当はあのシャナナ TV というかバナナ TV か、うん、バナナ TV 恒例で始まる週にその新番組をご紹介するっていうあの恒例行事をすっ飛ばしてしまいました
ね、なのでちょっと遅れましたけれども、ね、はい、はい、新番組のご紹介をしたいと思います。はい、もうすでに始まってございますが、はい、はい、メディカルルーム731、731、はい、という番組でございます。はい、この番組はこの番組はこっちかどんな番組でしょうか。うん、健康にまつわる情報を、はい、うん、アイドルロッカーもう何も言えてないですね。アイドルドクター、はい、中谷凛子先生が、はい、お届けする番組でございます。はい、ございます。はい、この番組でな、うん、その中谷凛子先生の専門とされてるのは眼科になるんですけれども、はい、その他の、うん、健康にまつわる情報も皆様からの、うん、ご相談などにお答えしていくという番組です。言うですね。ちなみに、うん、凛子先生は、はい、ガチで女医さんと。そうです。アイドルドクターっていうのは、うん、ドクターっぽいアイドルではなくって、うん、アイドルっぽいドクターってことですね。そうですよね。そうです。ですよね。逆にしたら全く違います。全く違いますからね。うん、で、はい、7月16日からの、うん、放送の回は、はい、私もご一緒させていただきまして。はい、そうですね、初回ね。はい、うん、で、その専門分野である、はい、眼科目についていろいろ教えていただきましたですね。ね、知ってるようで知らないこと多かったですよね。そうですね。うん、ね、やっぱり目のことってね、すごい大事ですからね。うん、そうでございますよ。うん、ね、いろいろね、手遅れになったりとかしないうちにね、はい、眼科に行ったら方がいいとかね。そうですね、これはいっぱいになって、そうですね、これは大丈夫やけど、こういうのは気をつけた方がいいとかね。そういう情報やっぱり皆さんもね、すごく必要だと思うので。はい、で、この番組が第1、はい、第3月曜日の週、はいはい、の18時、晩の6時ですね。夕方6時ですね。はい、うん、から放送となってございます。うん、はい、はい、で、次回も、うん、綺麗なゲスト様をお迎えして、そうですね、綺麗なゲストさんがご登場されると、はい、お届けします。そして、うんうん、アイドルドクターと言いながらも、はあ、まあチャーミング、チャーミングですね。うん、チャーミングですね。私たちね、うん、収録中も笑い、うん、我慢してぐらいのシーンがね、いっぱい盛り込まれております。ものすごい自然体な先生ですよね。そのまんまでね、なんか部屋で友達と喋ってるみたいな感じというか、裏表がない、ね、素敵な先生ですので、ですよね、なんか信頼できますよね、はい、そういう、なんか、ね、ほんまはすごい大変なことやのに、隠してるんちゃうやろうかって一切ないですよね。ないです ね、 ね、うん、すごいビジュアルはすごく綺麗なんです、はい、うん、でも、うん、お話しすると、うん、すっごい、うん、なんかもうえっていう、ね、シーンがいっぱい出てきますの で、 そうですね、はい、ぜひお楽しみになさっていただきたいと思います。なんか獣医さんっていうと本当に頭が回転が良すぎてというか、うん、頭が良すぎて、うん、なんかちょっとね怖い感じがするんですけど、凛子、うんうん、先生は全然そんなこともない。だからね、結構看護師の方とか、仲良しの人とかもいらっしゃるみたいですね。分け隔てのない方なんですね。そうなんでございますよ。はい、まあね、多分ね、うん、男性のファンも多いと思いますので。いや、ほんま多いんでしょ、めっちゃ、うん、追っかけ的な人が結構多いと思いますよ。いっぱいいてあるんでしょ。うん、だって初回の放送のアクセスすごかったですもんね。そうですよ、もうすごくね、たくさんの方がね、番組告知の方もシェアしてくださいましてね。そこだけ視聴数がバーン上がってましたから ね、 ね、これから楽しみでございます。はい、楽しみです。そして、健康に、まつわるご相談などありましたら、うん、シャナナ TV の、うん、番組ページです ね、 そうですね、メディカルルーム731の番組ページの下の方に、はい、リンクがありますので、そこから、はい、ご質問の方を送っていただいてもいいですし、うん、リンコ先生の Facebook の方にね、うん、直接メッセージで送っていただいても結構です。はい、はい、健康に関するご相談ね、ご相談、目以外のことでも大丈夫、うん、そうですね、うん、じゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいですね。はい、と思います。うん、はい、第1、第3月曜日の週の18時からお楽しみになってください。うん、はい、はい、そしてそんな新番組が始まりましたけれども、始まりましたけどもね、大丈夫ですか。はい、なんかうまいこと話つないでいかないんですか今日は。引き続きまして先にこっち言っときましょうかね。はい、シャナナ TV つながりということで、ね、ほうほう、スタッフ大募集、スタッフ大募集始まりましたね。はい、夏のスタッフ大募集、夏のスタッフ大募集、はい、こちらの方もね、うん、新番組が始まったり等々で、うん、
手が足らないわけです。手が足りないです。いつもシャナナ TV は人が必要、人が必要、うん、で人が来てくれないと私の睡眠もどんどん減っていく、ね、うん、そうですね。もう正比例反比例ね、人が減ると、睡眠が減る、あ、正比例ですね、はい、まあ、そんな感じでございます、まあ、ね、はい、はい、ぜひ、はい、もうここの収録に入るだけで、うん、いろんなゲスト様のお話も、うん、もちろんですし、うん、パーソナリティの方々もね、いろんなためになるお話をしてくださってるのを、うんうん、その間近で聞ける、そうですね、というのと、あとは、うんうん、カメラが止まってからの裏話も聞ける、うん、聞けちゃいますね。みんなスタッフの子はそれが楽しみみたいですね。ですね、だからね、すごいね、視聴者目線でね、うん、聞いてためになるって日頃試したりとかしてるみたいですよ。そうなんですよね、うん、で、言うたらそのお話聞こう思ったら、その裏話聞こう思ったら、うん、ほんまになんかそのね、方がやられてる講習会に実際に行かへんかったら聞かれへんかったり、うんうんうん、実際ね、なんかその直接、うん、なんていうんですかね、サービスをお願いしないと無理だったりするような内容がスタッフの人って、うん、僕らもそうですけども、すごいお得ですよね、言ってみたらね。お得越してますよね、うん、もちろん番組内ですごいね、いろんなためになる情報は話してくださってるんですけど、やっぱりね、言えない内容なんかもありますから ね、うん、あとはもうその番組 MC の方々 の、うん、人となりっていうのも間近で見れるの で、ねうん、私たちもすごい学びいただいてることすっごく多いので、うん、多いですね、うん、ぜひ、はい、あなたも、うん、であなたのお知り合いの方に、うん、例えば若い、ねうん、子供のおつながりとかね、うん、そんな方もいらっしゃいましたら、はい、ぜひお声掛けいただければと思います。ブルーゼロラブルー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 ということでスタッフで会えます。こちらの方のお申し込みされる方は、はい、ホームページの問い合わせフォームの方からか、うん、もしくは Facebook ページのシャナナ TV ページの方からメッセージを送ってください、うん、そうですね、はい、はい、どこからでも結構です、うん、スタッフやるよー言ってね、そうやりたいんですけど、はい、いかがですかみたいな感じで送っていただければと思います、はい、思います、はいはい、あなたのご応募お待ちしております。はい、はい、引き続き今日忙しいですね今日なんか僕ってブラブラしてますけどさて、はあ、もうね、ちょっとね、今年はうまくつないでいく感じですね、はいはい、いつもよりはちょっと遅くなりましたけども、うん、これの情報です。なんですか？じゃんじゃんじゃん、あ、盆踊り違っちゃいますか？花火、夏といえば夏といえば花火ですわ ね、 ちょっとね、今年はね、ちょっと情報をお届けするのが遅かったかもしれない、はい、あ、かもしれないですね、うん、うんうんうん、天神さんとかも終わりましたしね、もう終わりましたね、うんうん、ということで、今日局長が花火情報、まだまだ残っている花火情報、やっと僕の仕事が回ってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いしますね、今回はちょっとね、全国で行ってみたんですよ。ほう、うん、シャナナ TV、視聴がどんどん全国に広がってきてるんで、はい、ちょっと全国版ということでね、はい、で、しかも人気のある花火大会ではなくて、打ち上げ数の多い順に、おー、ちょっとまとめてみたい。規模の大きい順ですね。規模の大きい順なんですよね、うん、これどっちから行ったらいいですか？10位から行きましょうか。あ、はい、10位から、10位から行きましょうか。第10位が、実はね、これ多分日本で一番有名な花火大会だと思うんですけども、10位がなんと例の隅田川花火大会。関西じゃないですか？いや、関西ちゃいますよ、東京ですやん隅田川大阪にありましたかいの、ありましたかいの大阪にね、関西じゃないですか。いや、関東ですやんこれガチですね、今のねめっちゃ恥ずかしい感じですね、今ね。あ、ちょっと顔赤い今目合わせないですね大丈夫ですか、はい、隅田川、関東らしいですよ。関東にも隅田川が関東にもね、ありますけど、はい、まあ、東京都台東区、ね、東京都台東区、はい、台東区ですね。で、こちらは、実は残念ながら終わりました。あ、もう終わったの？終わったんですけどね、実はね、これ分かんないのが、うん、今ね、収録まだこれ、ぶっちゃけた話、7月の26日なんですよね。あ、27日なんですよね、はい、で、これ28日なんですけど、うん、はい、台風が来るので、そうですね、中止の可能性が今の段階で 90% って
いうことなんですけど、今ご覧になってる皆さんいかがでした？ありました？ちょっとわからないですね。12号でしたっけ、台風。そうですね、台風12号が直撃するという噂が、ね、今ちょっと結果がどうなってるかわからないんですけども、こちらが、打ち上げ数が約2万発2万発、うん、第1会場、第2会場とあるんですけど、合計で2万発ということです。で、来場者数が95万人なんで、はい、95万分の2ぐらいですね。95万分の2。はい。48人一発ぐらい。あ、そういう数算の仕方。はい。今勝手に計算しました。はい。はい、これが10位。10位。そして第9位。はい。これがですね、石川県ですね、はい、川北祭り北国大花火大大花火、川北大会、川北大会、はい、これは石川県ですね。石川県、これは、打ち上げが2万発、うん、ただ、人ですが非公開になっているので、はい、ちょっとさっきの 何人に一発かは計算できないですね。それいるその情報いる、はい、ちょっとごめんなさい、いらんかもしれないですね。いらない可能性ですね、はい、で第8位、はい、これが、土浦全国花火競技大会、はい、これは茨城県ですね。茨城県、はい、これも打ち上げが2万発で、はい、人出が75万人、はい、うん、75万人なんで、まあ、大体、38人に一発ぐらい。楽しくなってきましたね、はい、で第7位、うん、ハウステンボス、九州一花火大会、これは長崎県佐世保市ですね、はい、これが、9月の22日ってだいぶ先なんですけれども、これは2万2000発。9月とかでもやってるんですね。やってるんですよね。これもね、入場者数が非公開なのでちょっとまた計算できないんですけど、うん、はい、まあ、2万2000発と、はい、さっきの2万発よりも2000発多いと、はい、いう形になってますよ。いう形になってございます、はいはい、で、第6位が、これ読み方難しいですね。 T by T ガレージプレゼンツ。 T by T ガレージプレゼンツ、はい、孫まうちでいいとか、孫まうち花火大会、これはね、北海道札幌市。お、北海道来ましたね。北海道来ましたね。これはね、終わっちゃってます、残念ながら。だから終わってるの。でも6位なんですよ、はいね、でもね、これね、すごいお得なのが、まあ、有料入場者数が1万8000人で、会場周辺2万人なので、2万2000発ですから、1人1発以上これお得ですよ。ていうか、そんな有料入場者数、有料で入場しなくても見れるってことでしょ、うん、じゃあなんで有料で見る人がいるんですか。近いんですよ。あー、うんうんうん、近さが違う。そうなんですね、うん、これ一人一発以上、うん、お得ですよね。基準、得の基準は、まあまあ、ちょっと得ということです。で、第5位、利根川大花火大会。利根川大花火大会、はい、これ茨城県です。茨城県、はい、茨城県さっきもありましたね、はい、ありましたね。でも終わってます。またこれ7月14日ですね、はい、で、これが打ち上げが22,800発。22,800発、うん、で、来場者数が15万人、うん、なので、これ7人、6人一発、6、7人に一発ぐらい。それずっとそこから暗算してるんですか。はい、そうです。すごいですね。結構いいっすよね。8個ですね。うん。あ、うん。あ、7、8人か。7、8人に一発ぐらいですね。うん、うん。めっちゃいい感じですね。これはめっちゃいい感じ、うん、満足感高いですね。めっちゃいい感じ。うん、めっちゃいい。はい。でね、第4位。第4位。静岡県袋井市の、うん、全国花火名人選抜競技大会袋井演習の花火2018、長いです。すごい、なんかすごい凝った花火がありそうな名前ですね、はい、そうなんですよ、凝った花火があるんですよ、これ。あ、まさに、これ8月11日ってまだなんで、うん、で、打ち上げ数が2万5000発、うん、で、来場者数が、40万人。静岡、うん、これ何人に一発。
これはね、急に暗算弱くなりましたね。4でしょ。確かに今計算中ですから、ね。まあでも、10人から20人の間で一発ぐらいの。かしこざっくりしましたわ。15、6人に一発ぐらいですか。はい。はい。でね、うん、ちょっとね、うん、次が破格なんですよ。次が破格でございます。第3位。はい。銭箱サンセットビーチ祭り。うん？銭箱サンセットビーチ祭り。なんかやらしい匂いプンプンする名前ですな。銭箱ですからね。これが、北海道の小樽市なんですけども。あ、また北海道来ましたね。なんですけども、うん、実はね、今年開催されなくなってるみたいです。あれなんで？これね、あまりに破格の花火大会やったんですよ。破格？はい。なんとね、打ち上げ3万発。ほう。3万発ですよ。ほう。3万発の打ち上げに対して、来場者数が4500人。ちまっ！なんで人気ないんですか？場所的に？なんなんでしょう、あの場所的に人気がなかったのか、うん、あの宣伝が下手やったのかわからないんですけど、うん、これね、どういうことですか。1人何発です。何発？1人7、8発。1人に対して7発か8発ぐらいのコスパやったんですよ、これ。おー、これめっちゃ良かったですよね。場所も銭箱やし。ですよね、うん、これ破格のね。なんでそんな少ないんだろう。なんでなんでしょうね、うん、知らないんでしょうね。知らなかったんですね。なんで2018年は開催が取りやめになった。あれちゃいます、あの、うん、あんまり出店とかが出なかったりとか、うん、出なかったんですかね。だから、うん、来場者数って言っても、うん、どっからどこまでを来場者数にするか、うん、ってことじゃないですか。そうですよね。だから結構離れてるからみんな見てたかもしれないですよ。かもしれないですね、うんうん、遠くからね、うんうん、なるほど。まあすごいこれがお得やった。はい。で、第2位が、うん、宇都宮花火大会。はい。これが、栃木県の宇都宮市が全国2位なんですね。これも3万発。3万発。で、人出は40万人なんで、はい、まあでも、12人に1発とか、それぐらい。うん。うん。ですね。はい。そして、なんと、輝かし第1位は、諏訪湖祭。諏訪湖祭。はい。長野県諏訪市。諏訪市。それいつですか、うん、これ8月15日なんです。よかった。まだ先なんですよ。これ1位が終わってた、もう話になりません。そうです。これまだ間に合いますんで。間に合います。これがね、打ち上げ数4万発で全国1位です。はい、これが関西情報全然なしですね。そうなんですよ。これ悲しいことに。びっくりしました。関西が10位までに入ってこない。悲しい現実なんでございますよ。はい。で、一応関西で一番大きいのは何か調べました。はい。関西で一番多いの、これ9月なんで、はい、まだ全然大丈夫なんですけども、泉州光と音の夢花火。はい。これは、大阪府泉南市ですね。これ9月1日と2日。はい。うん。で、打ち上げ数2万発、括弧目標って書いてます。目標頑張って達成してください。達成してほしいですね。で、打ち上げ、来場者数が10万人なので、一応目標通りに行けば5人に1発ぐらいは目標達成してください。はい、そういうことですね。で、第2位が兵庫県政150周年記念イベント、第48回港神戸海上花火大会ということで、兵庫県神戸市中央区。中央区。これは8月4日の間に合います。今週です。今週ぜひ、はい、お時間の合う方は、はい、行かれてみてください。はい、これが、関西の2大花火という、はい、二大花火というか人口じゃないですね、うん、人の数じゃなくて打ち上げの発数でいうと、はい、この二大花火ということになってまいります。なっております。はい、ぜひあなたも行ってみてはいかがでしょうか。はい、シャナナ TV スタッフ大募集。あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか。楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前、4、3、2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。はい、おかえりなさいね。はい、楽しかったですか今の。楽しかった楽しかったですか。楽しかったけど、うん、そろそろあのコーナー。なるほど、バナナ。はい、ここからは、はあ、はい、どんな情報が。あ、そう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 、僕でしたね。はいはい、はい、
はい、エアコンの使い方。エアコンの使い方、うん、っていうかね、外から帰ってきた時に、うん、もう家の中がブワーってしてたりするじゃないですか。あれをいきなりエアコンつけるんじゃなくて、うん、こうした方がよろしいですという情報を今日は持ってまいりました。はい、じゃあ、はい、お急ぎください。はい、その前にね、うん、南向きの部屋とか、うん、家のね、向いてる方向で、はいはい、室外より5度以上高温になってることがあるんですって。あ、だから外気温が35度の時に室内40度超えてるようなこともあるので、うん、怖い、うん、怖いですからね、うん、ぜひちょっとこれを実際に、やってみてほしいと思います。第1位、まず風が通り抜ける対面する2箇所の窓を開けて5分間換気します。はい、5分間換気してください。対面する窓を ね、風が抜けれるように。はい、はい、でその次第2、扇風機があれば、1さっきので、開放した窓の対角線に当たる場所のどっかに置いて窓を向けて5分間運転してください。おー、なるほど、うん、なんとなくわかります。風をこう循環させるわけですね、うん、はい、で、第3、シャワーを浴びるか冷えたタオルで首筋や腕顔を拭いてほてった体をちょっと冷やしますと。あー、なるほどね、体自体がもうほてっちゃってるから、うん、それを下げる。はい、うん、そうしますね。はい、でそれから第4番目にやっと、エアコンのスイッチは1から3を同時に行って5分経った後につけてください。まず風を通す、扇風機を回す、はい、うん、体を拭いたりシャワー浴びたりして温度を下げる、うん、そして5分待って、はい、そのスタートから5分待ってスイッチオンにするってことですね、うん、これしてもらうと、家の中にこもった塵とかカビとかも換気されるので、ほうほうほう、やっぱりね、それが良くないんですよ、うん、健康に、うん、なのでそれを一回こう換気して、うん、外に出してからエアコンをつけてもらった方がいろんな意味でエアコンの効率もいいし、あれですよね、うん、冬でもいいってことですよね。冬でもいいってことです。帰ってからまず換気することね。そう、一回換気してからね、うんうん、じゃあ窓を開ける癖をつけましょう。そうです、うん、でそれもできれば、うん、こう風がこっちとこっちで通るように、通るようにね、うん、まあどうしてもなかったらね、高校でも、うん、やっぱり開けないよりか、そうですね、開けた方が絶対いいですからね、うん、ある場合は反対側で扇風機の内容は、うん、なんかでっかいので仰いでもらうね。こんなうちはこうできてもこれぐらい大きいやつね。どこで吹っ飛んでんか帰って何しとんねん。ねいうようなことで、なるほど、バターでございました、ね、はい、急にスイッチをつけないようにお気付けください。はい、はい、はー、疲れた、はー、疲れた。それでは今週も楽しく参りましょう、はい、バナナ TV。 We'll be right back.